いつもご視聴ありがとうございます。トレジロです。今日はですね、立憲民主党の国対委員長のあの安住さんっていう方がね、UFO について語ってくれてるんですけれども、本気で自民党に対して怒りを持って戦うときは、やっぱりそれしかないでしょって言いたいです。ということは、維新の皆さん、今まで自民党と本気になって向かい合ったことなかったのかなと、今回初めてあなたたち分かってくれたかなと、数が小さい時に戦える武器は少ないんですよ。だから我々はこうやってずっと戦ってきたんです。今まで冷ややかな態度を取ってたけども、まあ多分本気で戦って、ぶつかっていって、ああいう案を出してきたんだと思うんですね、問責や解任を。私はそういうことをやることで初めてね、維新の皆さんも、この国会運営ね、昭和だなんだって言ってましたけど、議会というのは何百年経ったってイギリスでもアメリカでも我が国でもやっぱり同じなんですよ。止めるときは未だに牛歩もするし、台湾だって韓国だって激しい戦いもするし、だから議会民主主義ってそれが健全だということを分かってもらって、車に構えていないで自分たちがそうやって行動に移ったということは、まあ野党としては彼らもちょっと失礼な言い方かもしれないけども、まあ、ようやく分かってくれたかなというふうに思ってるってこと。立憲民主党さん、牛歩を嫌ってませんでした。れいわ新選組の国会議員が牛歩をしたときに、与党と一緒にやじ飛ばしませんでした。牛歩の後に、与党も野党も茶番だというプラカードを掲げて、串渕麻里さんがやってましたけれども、まあ、あれを懲罰だって言って、してませんでした。与党と一緒に。世界の民主主義で、牛歩をしているっていう話を安住さんはしているんですけれども、日本で牛歩をしているのは、れいわ新選組ですよ。ここ最近でね。このままの予算でいいんですか？国費が4分の1になってるじゃないですか。2桁足りませんよ。この国会の茶番に抗議します。反対。いろいろありますが、一緒にいい国作りたいんです。これからもよろしくお願いします。自民公明は少数派の速やかに投票。大量の売国棄民法案を廃案にするために、もっと本気で戦う野党の復活をということを求めています。防衛財源確保法というもので、これは安保3文書の内容を実現するために、5年間で43兆円の防衛費増額を行うために、国立病院とか独法化された公的な病院、そこに積み立てさせたお金ですとか、またその他の税ですね、そういうものを防衛費に流用する、その他の増税も可能にすると、国民が一生懸命自分の目の前の生活をしている、かつ不況っていう誤った国策の中で苦しんでいる国民を切り捨てて、このような法案をガンガンに通そうとしているということに、私たち野党が何ができるかと、これは私のやったことは一つの投げかけです。通ってはならない法律っていうのもこれまで山ほど通されてきたんですよ。でその度に聞こえてくる言葉が、選挙で勝たなきゃね、いつの話だよってことなんです。じゃあ選挙までの間の自分たちの存在って何なんですかってことです。やっぱりこの国に生きる人たちの首がより締まっていくとか、国が壊されていくっていう法律をさらに作られていくってことに対して、選挙で勝てないからとか数が少ないからってことは言い訳にならない。体張ってでも委員会開かせないとか、そういう形で今やるべき、もう本当に最終局面に来てるんじゃないか。私たちがやってるのはパフォーマンスではない。昔の野党みたいに体張れよと。投票漏れはありませんか。速やかに投票してください。これが自分の中で十分な肉弾戦だとはもちろん思っていませんし、今この国会やばいですよっていうことを気づいてくださいっていう、まあ一
一つのピエロみたいな手法ですよね。それで国会の外の方またはメディアの方に目を引いてもらって、それをきっかけにこの凶悪な法案が通ろうとしてるってことを知ってもらうための手法ですので、他の政党でやってるの見たことないです。で、私たちやってるってどの口が言うてんねんっていうことですよ。まあこれを言ったことによって、次回から令和新選組が牛歩しませんかって誘った時に、しますって言うんですかっていうことですよね。しますって言ってくれるならそれで一緒にやりましょうって僕らは思いますよ。やってほしいなって思いますよ。それは数が欲しいですから。あんな数人でやってもね、潰されちゃうわけなんですから、懲罰とかにかけられたりとかね、潰されちゃうわけですから、まあ立憲民主党という、まあ野党第一党がね、乗ってくれて一緒にやってくれるっていうんだったら、本当にやってほしいですよ。それぐらいの悪法が今、どんどん通されちゃってるじゃないですか。その悪法を止めるために牛歩っていう戦術があるんでしょって。で、それをなぜ今までしなかったんですかっていうことですよ。なんでこの弱小政党の令和新選組だけがやってるんですかって。だから、茶番屋って言われるんでしょ？立憲民主党さん。今回、立憲民主党のその安住さんが、牛歩について語ったってことは、戦うときは牛歩しますって言ってるのと一緒なんですよ。ってことは、今度から戦うときは牛歩してくれるんですねっていうことです。今度、その戦ってほしいときに牛歩をしなかったら、その法案は通してよかった法案だったっていう判断でいいんですねって。それぐらいの、戦う覚悟っていうのを立憲民主党にも持ってほしいんですよ。本当の真の野党だって自分らで言うんだったらね。真剣に戦ってくれよ、本当に。まあ、正直、期待してませんけどね。口だけでしょって僕は思ってますけどね。立憲民主党は。批判するわけじゃなくって、本当に立憲民主党がやるっていうんだったら、私たち、令和新選組も応援する方に回るかもしれません。だから本当に、やるんだったら、牛歩してください。本当に。私はそれを望んでます。そのために、これ、動画撮っています、ということです。今回は以上です。ありがとうございます。